ヘイヨー、ゲンツメシです。今日もね、クラッシュゲームやってるわけですけども、今日使ってくれて、今日の前に、今日ですね、実は、あるね、あるテレビ番組の収録に向かってまして、まあ、収録をしまして、ゲンツメシ出演しましたと。まあね、後ほどね、地上波で、テレビで本当に流れるので、まあ夢みたいなことなんですけども、それでだいぶね、メディアにこう顔を出していくことも増えてきたかなと思います。そんな感じで、楽しみに待ってください。で、今日の動画はですね、こちら。ババン。サムネ、まあ、サムネ見てサムネ。YouTuber デッキチャレンジということで、自分考えました。はい。わしはね、考えました。はいはいはい。いろんな YouTuber、例えば、ケンツ飯で言ったらゴーレとかね。キヨキヨさんで言ったら、まあ、ゴブリンとか、まあ、スパーキーみたいなのがあるじゃないですか。YouTuber だけで組んだデッキ強いんじゃないか説ということで、こちら。まず、春パパ。春パパさん。荒野行動最近めっちゃやってるけど、春パパさん。はい。そして、春パパさんと、まあ、なんといっても、まあ、ケンツメシ入れときます。ケンツメシ。で、キヨキヨさんをゴブリンにするかスパーキーにするかなんだけど、ゴブリンの方が、まあ、キヨキヨさん感最近あるし、まあ、使いやすいので、これできます。で、みかんさんは、バルーンのイメージもあるんですけども、やっぱりね、100年先まで延命しろっていうプリンちゃんを入れていきましょう。みかんさん。で、ドズニキパイセンを何にするかなんだよね。ドズンスだね。ドズンス。ドズンス。で、宇宙さー二席用ですということで、二席用入れといて、アナザーはな、なんかな、デッキこれといったのがないじゃないですか。全部使えるんで難しいところで、あと2枠か。悩ましいな。アイザボロンです。アイザボロンです。ディガポロンです。ということで、ディガポロン。で、あと、池田翼。節ある、卒ある、枯渇なんで、枯渇。はい。あ、待って、ラットがいたわ。ラット。ラットウィンプスをどこにぶち込むかで、まあ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 、ラットは、まあ、ミガーンペイスねー、とか言っとるもんで、こうだな。で、春パパさんは怖い行動なので、除外ということで、グラチャリ行きましょう。適当。ただメガナイト使いづらかっただけです。さあ、この YouTuber 的チャレンジで、勝てるのかっていうところで、今日3戦ぐらいある、まあ、2戦ぐらいあるかもしれないけど、もう1勝でもしたら俺の勝ちっていうルールでやっていきたいと思います。さあ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 。まあ、ちょっと自信あるよ。だって、ドズさん強いんで、はい。シャテにエリポンよこせっつってんだろ。アイザボロンです。オラ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 。ディガポロンです。宇宙さん二席用です。オケマル。オケマル。はいはいはい、ということでね。こんな感じでボイスも出てくるわけですよ。はい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 。これは、まあ、アンパイっすね。はい、これラットだからね。キヨキヨさん風味のラット。節ある卒ある。これは池田翼。はいはいはい。はいはい、いいよいいよいいよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。どうも、ドズキです。どうも、ドズキです。オーケー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 。ドズンスアタックが効いていく。みかんさん出すか悩むな。オーケーオーケー。ドズさん、ドズさんやっぱ強えな。ガゴメなんてプリンで処理できんで。やばい。キュキュさん、キュキュさん立て。オケマル。オケマル。オケマルやな。まだ剣詰し出せんな。イサポロンパイセンを投げるかやな。イサポロンパイセン投げるか。ホグが来るんだよな。アイザバランです。で、二席を掴んどいて、宇宙さーパイ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 パパイパイパイあの BGM のパイパイ言ってる。結構見てるからね、二席の動画。で、僕モデル流しといて。はいはいはい。
で、みかんさん流して、で、急遽パイセン盾にして、どうも、土足ですということで、はいはいはい。で、みかんさん消えてって、消えてって、ヘイヨー剣詰飯です。アイザバランです。シャドウにエリプンやこせつってんだ。お決まる。お決まる。はい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 。はい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 。よいしょ。よいしょ。あ、節ある卒ある。おっと、ファイバーある。マジで。やばいやばいやばい。まあ、安牌っすね。ケンツラット。ケンツラットに、アイザバロンです。今回は、んな、始まりで終わりだ。ポケマル。アンパイっすね。はい、勝ち。はい、勝ち。いけるな。説あるな。このデッキ説あるな。ってな感じで、もう一戦行ってみよう。モノマネ言うてもさ、やっぱレパートリーが少ないんでね。しんどい。しんどみが深いですね。さあ、よろしく。ありがとうじゃね。よろしくと。まあ、やっぱね、ドズグパイセンが強い。言うて。言うて、ドズパイセンが強いな。とりあえず、モデルぶん投げて、あー。イケメンはこれだからダメなんよな。うん。すぐシャシャあるだな。さあ、ドズさん。もうドズグさんの安定力やばいから。突き刺していくよ、ドズグさんは。うん。さあ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 。んで、あー、なるほど。これは、ドズグさんにブラックな仕事させて。アイザバロンです。やばいなー、これは。やばいなー。なんやなんや、相手。今のなー、苦しいなー。後ろをもっと抑えれたらよかったんですけどね。これ、ドズさん出して、ドズさん出してモデル野郎をぶん投げればいけるかな。ワンチャンカツンって入らんかな。ランバー。オーケー。ワンカツからのよいしょ。オーケー。いいよいいよいいよ。んで、ミラーバレルを投げるかどうかやな。ウィザードで受けてくるかな、多分。投げて、ペッカ受けされるけど一番めんどくさいんですよね。せっかくせえためんどくさいけど、まあ、ウィザードとかだろうと思うので、プリン出して、アワギユーノユーノオッケーオッケー。これは防衛したいね。どう防衛しようかなぁ。カシマイペッカとか来ないな。んで、出して、あー、なるほど。どうしようかなぁ。とりあえず、二石を出しいの、あのウィザードは、うわ、なるほどね。とりあえず後ろから処理しといて、で、これ裏に釣ってあげて、はいはい処理していき、で、キヨキヨパイセンもう一回仕事させ、で、イケメンにつなげると。イケメンカウンターにつなげて、はいはいはいと。んで、待て、まだ時間がたっぷりある。そう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 。やばい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 。イケメンは盾になるべき。イケメンは盾になるべき。よいしょー！ヘイヨーの出番め、ヘイヨ飯の出番がねえわ。うん。というわけで今回はこんな感じでね、YouTuber デッキちゅうことで、まあ、ラット、ケンツメシ、キヨキヨパイセン、ミカンさん、ドズさん、ニセキヨ、ポロチン、池田翼でやってみました。またね、まだまだ YouTuber の方はいらっしゃるので、デッキ組み込んでいきたいんですけど、ハルパパさんはね、使いづらいっすね。はい。
というわけで、まあ、こんな感じで、こういうね、まあ、回ったりした動画もやっていけたらいいかなと思います。というわけで、ぜひね、チャンネル登録まだの方はお願いします。では、おつめし。